はい、えー、皆さん、こんにちは。私は大阪大学高デザインセンターの教員の池田です。えっと、これからのソーシャルデザイン、えー、2021、えー、という解説を行います、まあ。ソーシャルデザインとは何かということについて簡単に解説することになります。えー、ここに書いてありますように、共有してやります、えーっと。ソーシャルデザインとは文字通り社会をデザインすること、社会を作ることであるということですね。 で社会とは何かということなんですけれども、オックスフォード・イングリッシュ・ディクショナリーの社会の定義にはです、ね、こういうふうに言っています。ある人の仲間と共にある、とりわけ友好的ないしは、親密な流儀での連合、アソシエーションのことであると。社会というのは仲間付き合い、親睦的結社。 時には人間以外の動物にも見られると、まあ、アニマル・ソサエティっていう、まあ、そういう意味ですね。えっ、ー、とオックスフォーディングリッド・ディクショナリーの一番最初の要例は1774年18世紀の、まあ、中頃から後半ですね、えー、そういう意味あの語源、えー、と時代的なですね古くからまあ,あるということですね。 まあ古くから言うともまあ18世紀ですので、まあ、ヨーロッパにおいて市民社会がまあ出来上がったというふうなことは、ですねこのリンク先のページであの解説あのしています。で、えー、じゃあ,あの社会を作ることあるいはデザインすることっていうのはどういうことかということですね。えー そうすると、まあ、ここにあのデザインということについての、うんえー、定義があります。デザインとは先行する問題や課題に取り組むための心の計画のことであるというふうに、えー、私はデ,あのデザインというのをあの定義しています。えー、そこからですね今日においてよく言われるところのデザインシンキングですね。 えこういうその六角形で表現されているあるいは六角形のタスクですね、えー、共感し定義しそれ付け同定しプロトタイプを作りテストするっていう、まあ、PDCA というそういうサイクルで言われてるようなものとよ,、まあ、よく似ていますけれども、えー、デザインね問題何をしたいのかということを意識化したりですね 実際にプロトタイプを作って、えー、行うことですよね、モデルを作るという、そしてそれを実際に実装してみる、社会に実装してみるというのは、これがまあデザインですよね。えーあのー、これもですね、OEC、オックスフォード・イングリッシュ・ディクショナルですね、OED っていうのは、デザインはやっぱりある種の精神的計画、メンタルプランだというふうにまあ言っています。 えー、ということで、えー、デザインすることそのものはあの社会そのものも抽象的な存在ですし、えー、デザインをすることっていうふうなことも、まあ、心の中にそういう、ね、こんな社会になったらいいなっていうふうに考えることですねこっからあのソーシャルデザインというのが始まるわけですねただあの想像してるだけとかあるいはそれをです、ね、フィクションという小説とかです、ね、詩だとか えー、あるいは何か芸術作品だとかそういうふうに表現するっていうのはこれはまあ社会をデザインすることではないですね。現在我々が住んでいるこうリアルな世界、えー、あるいは、えー、社会の中には我々の仲間っていうふうなものがありますので仲間を組織化して動かして、えー、何か具体的なものを作り上げたりあるいは制度を作り上げたり制度っていうのはあの規約ですよね。 役割かからら成り立っているわけですから、えー、そういうふうにそのなんかみんながですねある一定の方向で動き出すことこれがまあ,あのソーシャルデザインだというふうに言うことができると思います、えー、この定義というのは実,実は非常に大事で、えー、何か皆さんが、えー、そういうソーシャルデザインのワークをやっている時にですねこれこれは本当にソーシャルデザインだろうかっていうふうに疑問に思うことってたくさんあると思うんですね そういう時に、まあ、原点の定義に戻るとあそうかと、えー、こういう部分がまだ満たされてないよねとか、えー、次に何をやるべきなんだっていうそういうあの、えー、気づきですねそれがあるために原点に戻ることがあの重要です、えー、ソーシャルデザイン私たちはですね高度副プログラムでもソーシャルデザインというふうなことを言っています じゃあ,あのなんでソーシャルデザインということを事業でやる必要があるのかという,ふうなことですけれども、えー、ここに書いていますように、えー、日本国内外における多くの社会的課題では多,多領域多文化にまた上がる要因が複雑に絡み合っていると従来,の、えー、従来のような単一型の処方箋ですね、まあ、役所に行けば、えー、このセクションの窓口に行ってくださいという。 そういうい感じですよねでこういう処方箋ではですねそのなかなか、えー、こうそうしないとかあるいは社会そのものが非常に複雑になっていると一分野における理論的アプローチ、ね、社会技術の問題を解決するために科学技術コミュニケーションを勉強すればなんとかなるというそういう時代ではないわけですね。えー、そのためにですね多分野の人がいろいろ協力をしないといけないと。 それから、えーと、一分野のアプローチではです、ね、解決の方策が見出されても多様なステークホルダーの支持が得られないと、ねえー、私たちはこのなんか政策信じるからいいけれども、えー、私たちはこの政策信じないとか、まあ、例えばその原発の再稼働なんかについては常に政府の側で再稼働しようじゃないかという動きがあって。 それに対して市民の側で、まあ、割と強い反発みたいなものがある。えー、単に反発がなくてもですね、えー、政府をサポートしながらも、なんかやっぱり不安だというふうなことを、社会的アンケートを取ってみるとですね、えー、表明するわけですね。そうすると、これ、政府はやはりそういう人たちの不安を取るために、ただ単に啓蒙するだけではなくて、具体的にそういう人たちの不安 不安をです、ね、取るために具体的な政策の積み重ねとか実践とかあるいはその科学的なです、ね、調査に基づくアナウンスが必要になるわけですね。というわけでソーシャルデザインをするっていうふうなことはここに書いてありますローカルからグローバルまで多様なレベルにおける社会課題の解決に向け課題の発見 えー、解決のプロセスの視点、一番最初のポイントですね、から、えー、他世代、まあ、この場合は高齢者、学生、子ども、将来世代と、多様な人々、えー、これはですね、異なる分野を持つ教員、学生や教員、私たちの教員ですね、えー、それから受講者である皆さん、それから産、産官、民のセクター、えー、産業界。 それから寛解ですね、まあ、あの公のです、ね、政府とか地方自治体のような寛ですね、それから民のセクター、一般の市民の人たち、それから健常者、障害者、外国人を巻き込まないといけません。えー、とともに新たな価値創造ができるコークリエーション、これがですねソーシャルデザインであるということですね。 でソーシャルデザイン、あの他大学でもです、ね、いろんな、えー、事例が挙げています、えっと。ソーシャルデザインというのは何かものすごく難しいコートテクニックではありません。ある大学ではです、ねえー、ソーシャルデザインの事例としてこういうふうな事例が挙げてあります。いらなくなった本を持ち寄り、好きな人と交換する本屋さん。18歳の選挙権について、これは実際に実現されていますけれども。 高校生と一緒に考えるそれからですね、意外と知らない近所の店を取材し、ご近所マップを作成する。それから捨てられるものを見直すアイデアをみんなで教え合う。もうこういうことからですね、ソーシャルデザインというのはあるわけですよね。えー、それから、その世界ではですね、えーと、ニットブランドのゴールデンフックフランス発、えー、それから安全運転の宝くじ スピードカメラロッタリー、まあなんかあのこう道路の脇にですね、えー、スピードカメラあの、スピードが表示されるです、ね、電光掲示板があるわけですね。で、えーっとあの、カメラはですね、えーっとあの、カメラ機能というのもありますので、えー、っとそのあスピードカメラにはですね、カメラ機能というのがあって、 そのナンバーがですね、その、まあ、記録が取れるわけですね。えということは、要するに、安全速度未満で、それで、まあ,あ、の他の交通に邪魔にならないような適正な速度ですよね。だから、上限の速度から、まあね、プラスマイナス、プラスじゃなくて、マイナス、内ちで5キロとか10キロとか5キロぐらいとか。 まあそ,れそういうのは提示してあるわけですけれども、そのスピードで,です、ね、自動車がです、ね、その通過するとです、ねえーあの、スピードと、それから、えー、と自動車の番号っていうふうなものが記録されるわけですね。でこ日本ではオービスとかなんか言って、罰するためにです、ね、スピード違反をするために写真をバシャッと撮って、後で要するに呼び出すという。 罰するためのそういうシステムなんですけれども、このスウェーデンの安全運転宝くじ、スピードカメラロッタリーっていうのは、そのスピード、えー、制限スピードを未満の中で走ると、そういう人たちに何かプレゼントをするとかですね、それからなんかいいあの連絡をするとか、あるいは、えー、交通安全にその、なんていうか、貢献してるっていう。 そういうふうにちゃんと記録を残しますという、そういうことをやるわけですね。要するにプラスの動機ですね、インセンティブをつけるという、そういうやり方ですね。これはやっぱりあの、まあ、もちろんね、歴史的には、えー、あの時代を遡って、最初はやっぱりどうしてもスピード違反を罰するという、そういう方向になるわけですけれども、罰するだけではですねスピード違反というふうなものがなくならないわけですね。誰も見てなかったらとぶっ飛ばそうという。 そういうう人間の論理が働きますからねそうじゃなくて、えー、ちゃんとスピードをりますよと、スピードカメラでスピードをりますよとで、記録をしますよとで、きちんと守っていれば、ね、あなたはよくその、えー、安全速度を守ってくださいましたという形で褒めてあげるという、こういう発想ですよね、これは非常に重要なその、えー、ソーシャルデザインのです、ね、一つの事例であります。 それから1枚のチラシで28万人に PR した,あの PR した広告代理店ハンガリー、まあ、そういう事例が挙、まあ、げてあります。まあ、ここからあのリンクしますので、えー、多分英語のサイトだと思いますけど、皆さんあの参照してください。それで、なんで要するにソーシャルデザインをするのかという、まあ、フィロソフィーというか、ベースの考え方がです、ね、このサステイナブルディベロップメントゴールですね。 1>, えー、1から、えー、17まであります。えー、貧困をなくそう、えーね、飢餓をなくそう、それから良い健康、それから、えー、教育の質を、ねえー、上げよう、それから、えー、ジェンダーの平等を達成しよう、それからあ、ねえー、きれいな水、それから衛生的な環境を作ろう、えーえー、とアポーダブルクリーンエネルギー。まあ その重要可能なです、ね、クリーンなエネルギーで、まあ、地球を回そう、それから、えー、確実なです、ね、仕事と、えー、それに基づいた経済成長を達成しよう、えー、工業的な生産、それからイノベーション、それからインフラストラクチャ、ーこういうものをきちんと、ね、再整備しましょう。 それから reduced inequality これはまあ社会的な不平等をなるべくなくしましょう。どんどんなくしましょうですね。なるべくじゃなくて。それから sustainable cities and communities、まあ、都市、えー、そのものを、あるいはコミュニティ、まあ、田舎でもですね、サステイナブルにしましょうと。環境的にも、エネルギー的にも、そして、えーまあ、社会生産、良き社会ですよね。そういう部分でもサステイナブルにしましょう。 12番、えー、消費ですね、消費とか生産を、もうあのなんていうかな、のほずに、えー、作って、えー、例えば食物を廃棄するとか、そういうことではなくて、合理的にね、でか,くかつ価格的にもですねあの、それに見合うような、暴利を貪さぼらないという、そういう、ね、システム。 それからクライメートアクション。これは地球温暖化。もうこれはあの最近ちょっとあのコロナでね、滞ってますけれども、でも逆に、えー、経済的なアクティビティが落ちると、えー、地球環境にはいいという、こういう皮肉なものがありますね。でこれは、まあ、サステナブルではないので、少なくともこうコロナ環境下におけるその地球温暖化対策っていうのに、 えー、新たなフェーズが求められているというのは、まあ、皆さんね、お分かりになるかと思います。ライフビローウォーター、要水圏ですよね、まああのえー、海、それから、えー、淡水ですよね、そういうその水面下でのです、ね、命、これあの、環境線とか、あるいはその不栄養感も、やっぱりものすごいあの重,あの重要な課題になっています。 それからあ、まあ、マイクロプラスティックの汚染ですよね。それからライフ・オン・ランド、要するに地球環境をまあ良くしようっていう、あるいは生産性を上げよう、サステナブルにしよう。それから16、これは社会課題ですね。Peace, Justice and Strong, uh, やっぱり平和ですよね。現在でもやっぱり内戦であるとか、あるいはあ,のある宗教の原理主義の台頭で、たくさん理不尽にね、人が殺されたり。 あるいは、まあ、非常に悲惨なことですけれども、奴隷化されたり、えー、性奴隷にされたりとですね、非常に困ったことが起こっている。それから、パートナーシップ &for t ー e g ゴールズ17は、これ、総合的なもので、えー、今まで言った1から16の課題を、えーまあ、改善しようっていう、そういうことであります。さあ、えー、ともう一回おさらいします、えーと。ソーシャルデザインというのは、 社会を作ること、デザインすることであります。Our social design is a design for the good society.、まあ、あの現時点でのですね、ベストな、あるいは現時点での最良の社会というのはどういうことかということを考えるというふうなことであります。えー、そのためにですね、えー、自分たちがやれることをあの一つずつやっていこうというふうなこと。 それからまあグループでやるっていうことですね。一人の力ね。一、えー、人は小さな力しかないけれども、みんながととを組んでやると、なんかまとまるし、えー、元気になると。私は学生にはいつも言っています。ねえー、5人でワークをすれば、苦しみは5分の1、喜びは5倍になりますよというふうに言っています。グループでやることの重要性ですよね。 グループでやるということは、要するにコミュニケーション、しっかり取ろうというふうなことですね。ただ単にみんなが開発になればいいというふうなことではありません、えっと。さまざまな学習障害とか、そういうコミュニケーションの障害を持った人たちもいます。えー、でも、そういう人たちもですね、エンタイトルメント、そういう人たちの存在をきっちり認めてあげるということで、 えー、おとなしい、僕はね、十分しゃべれないけれども、私は十分しゃべることができないけれども、ここに一緒にいてもいい,い,いよっていう、そういう共存の発想ですよね。これが非常に重要です。えー、孤独もまた尊重しなければなりません、えー。というわけで、ソーシャルデザインは社会をみんなと一緒にデザインすること、あるいは作ること、 という意味であります。ご清聴、えー、どうもありがとうございました。私は大阪大学の高デザインセンターの教員の池田でした。以上です。